くそれが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠みがの中央スタジアムアイアンサッカーリーグダークプリンス対シルバーキャッスルの試合です。解説はいつものようにサッカー評論家のインサイドロガシーさんです。よろしく。さて黒のチームカラーのダークプリンスに対しシルバーキャッスル登録カラーは白ですが相変わらずパッとしませんね。無理もないですが貧乏な上に弱いいい選手が来ない悪循環ですね。今日もダークのいい餌食でしょう。まったく。さあボールはそのシルバーキャッスルからです。今聞こう。うわーおっといきなりのラフプレーボールはダークのポイントゲッターゴールドフットに渡った。ゴールドフット同じチームとして呆れるぜ。もっとまともにボールを奪えないのか。何をくだらないこと言ってるバカめスイープしろ。うわっうわっおっとラフプレーの嵐ダークプリンス絶好調。ダメエルガンやめろやめろやめろ。うせえぞガキども。これが面白いんじゃねえか。こんなのサッカーじゃねえよ。じゃあ帰れこら。邪魔だぜ。いい加減にしろ。蹴るのはボールだ。何をするシルバーの気合流拳に渡ったノーマーク。平気だよ。いい加減にしろ。もうそれでもサッカーやってるつもりかバカ野郎。ルリーバカ野郎はやめなさい。何言ってんのよバカ野郎でしょ。おじさんは腹が立たないの。頭に来ないわけ。来るさ腹も立つこのバカな観客どもにな。あ、え？バカって言った。え？クソもう我慢できねえ。叩き潰してやる。やめろジェイク忘れたのか。このやばー。そうだそれでいい。俺たちはラフファイトはしない。もらったファイトは買うぜ。シルバーキャッスル情けないプレーだ。フリーキックフリーキック。すまないみんな思わず手が出ちゃったんだ。気にするなフリーキックだ。みんな頑張って行くぞ。ホールドしろ。いいかシルキー大丈夫やめろ。シルバーキャッスルはなんでアイアンリーグから脱退しないんでしょう。このおぞましさは見るに耐えませんね。まあ原因は銀城監督の古い考えにあるでしょう。スポーツマンシップですか。もはや死後ですからな。しかしなんというかこういう弱いチームがいるからまたアイアンリーグは面白いのです。いやまさにそうです。おや何事でしょう。ふざけた真似しやがってまともなシュートができねえのか。何つまらねえこと言ってんだ。油でも切れたのか。やり方が汚えって言ってんだよ。俺の壁パスはお前にあんなことをさせるためにやったんじゃねえ。おお悪かった。
今度はお前にも入れさせてやるぜ。あのとっぽいのがゴールに回るらしい。俺が潰してやるからその間に入れちまいな。ふざけるな。俺はサッカーがやりてえんだ。二人とも何やってる。さっさと試合を続けろ。シルバーキャッスルを叩き潰せ。け、ごめんだね。これ以上こんなチームにいられるか。今日限りやめさせてもらう。どうしたんでしょう。マッハウィンにベンチへ向かい歩き始めました。何か作戦でしょうか。シルバーキャッスル相手にフルメンバーは必要ないということですか。いやしかしマッハビンディなしではちょっと試合が寂しいですね。そうですね。さあ試合再開です。大丈夫か。すぐ運んでやるからな。ルリー、あとは頼んだぞ。平気だよ、落ちちゃっただけ。どこも壊れてない。すぐに試合に戻らなくちゃ。頑張って。お前が勝手に退団できるわけないだろう。するのさ。オーナーがさせるわけがない。知るかよそんなことを。待て。お前は前途有望なアイアンリーガーだ。なぜダークを辞める必要がある。前途有望、冗談じゃない。こんな汚え手を使うチームで期待されちゃこっちが迷惑だぜ。汚え手、どうかしちまったのか。故障なら修理してやるぞ。俺は至って正常だぜ。頭の回路がイカれてんのはお前の方だ。相手を爆破させんのがサッカーだと思ってんならな。待て、マハウィンディ。オーナーを怒らせたらお前のアイアンリーガー生命は終わりだぞ。アバよ。どうなっちまったんだあいつは。ゴール、ゴール、タイムアップ、タイムアップ。平気だよ。いつでもバラバラにしてやるぜ。タイムアップ。ダークプリンスは圧倒的勝利。マッハウィンディか。あいつも考えたな。契約は今日の昼で切れた。確かにな。しかし契約は継続か廃棄処分のどちらかしかない。奴は戻ってくるしかないのだよ。駆動システムが 40%、 電気系統が 50%、 あと姿勢制御システムと高感度反応システムがイカれちまった。それだけか。腹部走行完全破損。それでエネルギー補助燃焼システム、どうすりゃ治るんだ。部品が入り次第だな。ゆうべポンコツ車手に入れておきましたから。だってさ、よかったな、やりくり上手のいいスタッフがいて。監督がいいからな。オーナーの人格だろ。ん？まあな。じゃあ明日の昼までに頼む。試合なんだ。早くて夕方だな。うら。よし、明日の昼までだ。今夜徹夜だからママに電話しとけ。さあみんなも明日に備えてメンテよ。はい。どうしたのジェイク。はい。本日試合中に突然ベンチへ引っ込んだマッハウィンディはなんとダークプリンスを退団したとのことです。その後マッハウィンディは他チームへの入団願いを重ねた模様ですが、ことごとく拒否されたようです。一体どうなっちゃうんでしょうか。チームのないアイアンリーガーはスクラップと同じです。私のマッハウィンディ様、ダークに戻って活躍してくれたらベンチをじとっては嬉しい。以上今日のスポーツでした。ねえ。やっぱりマッハウィンディだ。おいみんな、やっぱりマッハウィンディだぞ。黒いのないからさ、取っちゃったんだ。サインしてください。俺も、私も、僕も。サインってみんなダークが好きなのか。まさか、大嫌いだよあんなチーム。うん。じゃあだけどマッハウィンディは別さ。おう、汚いことしねえからな。だから辞めたって聞いた時は嬉しかったぜ。うん。でも今度はどのチームに入るの。いや、まだ決まってねえんだ。サッカーできなくなるのか。まさか、俺はサッカーしかできねえんだからよ。じゃあシルバーキャッスルに入ってよ。シルバーキャッスル。うん、俺たちファンなんだ。うん。
そいつは無理だぜ。なんで？なんでって弱すぎるのさ。俺だって人間と同じなんだよ。稼いでオイル飲んだり燃料食ったりしなくちゃならないんだ。シルバーキャッスルじゃやってけないよ。そんな顔すんなよ。だいたいリーグから脱退しないのが不思議なぐらいのチームなんだぜ。そりゃそうだな。マッハウィンディがシルバーキャッスルに入ったらみんなびっくりしちゃうぜ。うん、はい、サイン。ああ。どこへ入ってもマッハウィンディだけは応援してやるよ。危ない。何のつもりだ。人殺しをする気か。ダークプリンスのマッハウィンディなら今ぐらいの弾軽く止められる。俺の相棒だ。俺はもうダークプリンスのリーガーではない。お前とも縁を切った。そいつはどうかな。オーナーはお前を連れ戻せと言っている。俺は帰るつもりはない。オーナーにそう伝えろ。バカめ、他にお前の行くところがあるとでも思っているのか。余計なお世話だ。アバよ、早く帰んな。うん、そうするよ。じゃあな、マハウィンディ。じゃあ、ごめんよ。頼もしい応援団だな。お前には関係ない。本当にいいんだな。お前はリーグナンバーワンのチームを飛び出したんだぞ。俺はリーグで一番汚いチームから抜けるんだ。わかった。オーナーに伝えておこう。お前は修理しても使えないとな。バカは修理しても治らねえんだよ。ふざけやがれ。さすがに高級品のオイルだな。誰だお前は。君の進むべき道を知っているものだ。なんだと。何者だ貴様。俺の何を知ってると言うんだ。君の心はすでに答えを見た。あとは正直に生きろ。長さ足りないぞ。繋ぐと強度が心配だ。あります、こっち。これ繋いだら持ってきますから。お前はどう思う。え、ダークみたいな手を使うんだよ。どうして。勝つためだよ。勝つためには汚い手も必要なんだ。でも監督は正々堂々とやれと言っているよ。でもこのままでいいのか。勝たなきゃ意味ないんだぜ。そうだよ。勝てば人気も出るし、もっと金も入ってくる。いい機会も買える。そうすりゃもっとまともなメンテもできるんだぜ。あ、ごめん、びっくりした。ああ、オーナーいいです、俺たちやりますから。おい、そういえばジェイクどうした。あいつ一体どこでサボってんだろう。監督に話があるそうよ。え、どうしてもか。すいません、これ以上我慢できそうにないんです。奴らをぶっ飛ばしたくて。そうか。オーナーには。監督からお願いします。オーナーの顔見ると言えなくって。行く当てはあるのか。ありませんけれど、なんとかなると思います。そうか。寝てる暇ねえぞ。工場長。なんだ。オーナーにお客さんですけど。オーナー、オーナーは今手が離せないとでも言っとけ。はい。オーナー、お客さん来たらしいですよ。オーナー、はい。俺をシルバーキャッスルに入れてほしい。なんとも驚きです。あのマッハウィンディが地上最低のチームシルバーキャッスルからの登場です。これを転落と言わずして何と言いましょう。まったく。
優秀なアイアンリーガーだっただけに悪夢を見ているようです。何してる、潰せ。二度とプレイができないようにしてやれ。そんな真似が通用するか。やろうぞ。何やってる、集中しろ。無駄だよ。出た、ジグザグシュート、どこ行くかわからない。しかしダーク鉄壁の守備、まったくどんなキーパーなのかよくわかっているはずなんですが。よし、よこせ。これ以上あいつに好きな真似はさせるな。さあ、ゴールドフットにボールが渡った。おっとクラッシュ、シルバーのハウバック吹っ飛んだ。さあ、ペナルティエリアに入ったぞ。シルギー、無理すんな。俺だって頑張る。まだボールは来ています。ノーゴール。無駄です。もうシルバーのキーパー破壊されてますから。好き勝手しやがって。邪魔なガスめ。新しい仲間の吹き飛ぶところでも見ぬ。監督！レフリー、キーパー交代。キーパーは一人、キーパーは一人。ダスト！キーパー交代 OK。俺のシュートを受け止めたお前は何者だ。俺の名はマグナムエース。なんとゴールドフットのハイパーボムシュートをワンハンドキャッチ。こんなアイアンリーガーがシルバーキャッスルに。なぜ。行くぞ。やれ。潰せ。ボールに構うな。マハウィディを破壊しろ。懲りないやつめ。ナイスだぜ。浮き球にマハウィンディジャンプ。おっと、これはまるで風車のように旋回した。まさか、まさか。ジグザグシュートを利用して地面の中を移動させ直接ゴールにボールを叩き込もうというのか。そんなことできるわけがない。熱い風受け止めろ。攻撃よ。この短かったか。お、甘いんだよ。ルリー、初めて見ただろ。うん。これがサッカーってもんだ。はい、オーナー。マッハウィンディ警告レベル2だ。あ、わかりました。マッハウィンディ登録ナンバー000201ブロック S。 うん。いきなりレベル2とは嫌われたもんだ。マハウィンディ、どうしたんだ。何、どうしちゃったの。バカめ、オーナーに逆らうからだ。
大丈夫なのか。体が焼けつくように痛い。秘密回路が作動し動くこともできない。俺はフィールドに戻れるのか。この試合負けるわけにはいかないんだ。誰か俺の激痛を取り除いてくれ。次回疾風アイアンリーガー、俺たちの初勝利、正々堂々と試合開始。